回はですね、トコビッチチャンネルのトコビッチさん、こちらの方からテーマのご提供いただきましたので、そちらについてやっていきます。で、このトコビッチさんとは、まあ、YouTube のコメント欄だったり、Twitter などで、ちょこちょこやり取りさせていただいてるんですけれども、で、トコビッチさんというのは、打ち方だったり、スイングの仕方なんかを結構いろいろと、ご自身なりに勉強されて、研究されている方なんですけども、で、今、トコビッチさんが取り組んでらっしゃるのが、一番、力を入れているところっていうのが、バックスイングをした時にラケットヘッド、これが自分の、若干背中側に行ってしまう。本当はこういう位置にラケットヘッドを収めておきたいんだけれども、ここに来ないということ。まあ、ここに欲しいところにラケットヘッドが来ない理由ですね。これがいまいちよくわからないというところで、ご相談いただきましたので、そこについて、やっていくという形でいきます。それではどうぞ。ほら、この右側さ、処理の件で実は、まっちゃんにさ、はい、千葉のテニスコーチのまっちゃん、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、この右側勝利の俺の動画を撮ってもらって、はい、でそれでアドバイスくれて、はい、で俺はさ、はい、ここのユニットターンの時にここが内線が浅いんだって、はい、だからしっかり内線、外線、内線でしっかりな、ここ脇2つぐらい拳開けて、うん、でこっちを海外、はい、ちょっとこう前腕はこういうイメージ、はい、でそれでここの股関節をこの膝より、はい、この足の方向より膝がこっち向いて外側向いて外旋するんだってよ、うん、このユニット、はい、まずだから何が悪いんですか。悪いうん、悪いっていうか、あ、お疲れさんです、うん、悪いっていうかさ、この右側処理の、うん、その方法で、こっからが問題なんだよね。こっからが問題なのかな。問題っていうか、こっちさ、ね、トモ君、俺ちょっと千葉のコーチのアドバイスもらってね、はいはい、普通さ、こう行くじゃん。こう行くじゃない。誰だって。でもそれをさ、こっち側に入れる癖っていうか、要は、こうじゃなくてこっち側？あ、ともくんは食通だから、食通だけどさらにこっち側。だから、要はラケットをこういう風に、ユニットターンの時こうやってちょっとラケット持って、ここまで意識してそこからだよな。はい、それでは後ろから撮影してみました。私的にはですね、今までの練習の中で一番右側処理ができているような感じがします。ヘッド見ててください。ヘッドが右、もちろん切り返しで後ろは行くんですが、私的にはいい感じだなと思います。この横からの画面、内旋してからここの時にちょっとこのユニットターンから今度前腕の海内、ここら辺がもうちょっとスムーズにしたいなとは思ってるんですが、はい、ユニットターン、私今までこういったスイング軌道じゃなかったんで、いいのかな、なんか少し成長があるなぁと感じてます。正直ね、このユニまっちゃんから言われるまで、この何ですか、ある意味この前腕を海外って言いましょうか、この上腕の内旋はね、分かってたんですが、うん、ここなんか特にラケット後方行ってませんもん。あとやっぱりこの股関節の畳み込みですかね、ここも意識して、うん、分かんない、難しいです、分かんない、正直分かんねえ。
はい、そしてラリーですね、ストローク。だいたいここになるとね、いつも私崩れてしまって、体の後ろもしくはラケットね、後方にヘッドが後方に行ってしまってたんですが、まあ決して何ですか、フォームが綺麗ではないですけども、それなりに頑張って右側処理になってるのかなとは思ってます。もしくはそのグリップをですね、やっぱりもう少しウエスタングリップからセミウエスタン、もしくはイースタングリップに変更していくこともありかなと思います。はい、私あと9月24日スタテに、レッスン行ってきます。